はい、どうもどうもしてみようちゃです。トークです。ということで、今回もセミニングレバープリン2020やっていこうと思うんですが、こちらですね、4つ目のアカウントでマンチェスターシティのですね、フォワードの選手獲得できたんで、ちょっとこちら今回レビューにしてきたんで紹介していこうかなと思います。とその前にですね、ぜひぜひこの動画楽しんでいただけたらチャンネル登録&高評価よろしくお願いします。ということでこちらこんな結果でした。まあジェズス、オタメンディ、チョン、ポグバとあとベレイラといった感じで、まあジェズスがね当たったということで、はい、レベマに早速して37レベなんですね。結構大変よ。ツアーどうした？そう、なんか今ないんで、なんかね、あのマッチデーがね来るか、おそらく来るんじゃないかみたいな、はい、あれがあるんですけど、まあ、その関係でね、ツアーのね、星のトレーナーもらえないですよがね、なかなかあれなんで、はい、結構ね、育てんの昔のね、そう星5とか利用して、はい、特にジェズスなんてね、30超えてますから。7ですから、ムバッペと同じか、そんなもん、うん、ただその代わりやっぱ能力値はね、かなり高くて、もうオフェンスエース決定力が要は95あって、で、スピード瞬発もあるんですよ、92、95で、うん、でキック力が86で、ジェネスの特徴で言えば、やっぱりボディコン、ここが97ってことで、結構マジで高いんですよね。フィジカルコンタクトもね、まあ、77なんで、そう、まあ、全くないわけではないと。もうほぼ80弱ぐらいあると。で、ディフェンスエース、ボール出しもあって、でジェネスで言うと、あともう一つ特徴なのが、アグレッシブネスですね、ここが80超えてるんですよ。スピードがあんだけ速くてね、アグレッシブネスが高いと、はい、かなり突っ込んできそうだよね。そう、で、逆足の精度23のコーン6で、ワンタッチシュート持ってて、ラインブレーカーと。こうワンパついてるとね、ジェネスが確かグランドパスが81なんですよ。ちょっと低いっすね。そう、だからそのワンパとかつけたいなっていうのはある。はい、だからスキトレのイベント早く来てっていう。そう、ポジトレとかスキトレのイベントも、ね、調子いいっすね。早く来てほしいんですけれども、やっていきましょうということで、相手の方、これほぼ引き継ぎ選手なんですが、多分ペップ言われてるかなということで、はい、ただね、ジェネスはですね、コーン6なんだけど、うん、これはもう5寄りの6ですね。4試合使ったんですけど、2試合不調の1試合で不調で、よく言うよね、そのなんつうんだろう、この選手同じコンディションってる6なのに、はい、なんか知んないけどめちゃめちゃよく調子が良くなったりとか、調子が悪くなったりだとか、昔からねウィニングより2019はありますけど、さあここジェズス1点目決めていくというと、これまずね見てほしいです。ここでねボディコンの強さなんですよ、ジェズスの、うん、これ背負えますね、結構で小柄で速いんですよ。でそのラインブレーカーでオフェンス決定力も90があるんで、こういうところ抜き出しもさすがに鋭いっすよね。後ろから駆け上がってきてね。でここのボールキープとかドリブルとかボールコントロールの部分高いんで、あの今ラインブレーカーで言うとここまでなんだろうな、決定力オフェンスにスピード瞬発があって、ボディコンかなり整ってるよ、ね、スイッチが高いって選手は、まあ、アグエロがいるんだけど、身長は、ね、アグエロは身長の部分もそうだし、スピシュもこんなないんですよ。ジェイス92で95だったな。アグエロはね、スピードとか90超えなかったんですよね。ここもアグレッシブです。当たっていく。ロナウド、どうした、ちょっとね、強く映りましたけど、要はああやってスルーパスをやって、ジェイスを走らせて、前にこう行かせてアグレッシブネスでこう前からかけてくるっていう、まあ、最悪のその調子の話だと、そのちょっとそのなんつうの、斜め下ぐらいだったら使っちゃってもいいのかな。まあ OK かなっていうぐらいの選手、ここもワンタッチ、なんか意外とパスもずれないんですよ。おでここシュート、いや早い早いし、めちゃめちゃ早いな。そうだから俺アグエロと持ってるから、アグエロも使ったんですけど、アグエロより全然早い。ああなるほどね、ランチで早い。ただコンディション安定度6なのに4試合使って1回しか普通にならない。まあ、アグエロはね、その逆に言えばもう全然そっちの部分がいいけど、ただ今週アグエロ D なんですよね。 D だよ、 D ただまあそう考えると、まあ今週アグエロはさすがに使えないんで、そう、まあ、普通にねジュズスとか、うん、ジュズスね、これマジ調子よかったら超強い、超強いよね。ジュズスめちゃくちゃ強かった、使って使用感超いいんですよ、うん、やっぱラインブレーカーでねこれだけ小回り効いて決定力高い選手ってなかなかいないんですよ、うん。でね、ボディコンが何よりも良くて、溜める動きできるんですよね。だから、君比で、ね。この動き出しも良くて、ここ、ここへ、この、今のシーンも、ちょっとリプレイで見てほしいんですけど、ここ一回裏に抜けるんですよね、ジェイスが、うん。ただ、ここ踏みとどまるんだよね。ギュッと。で、ここで、ちょっともう大きさが超えないように。来て、で、ここの後の、これ、この、体をね、ガッてこう当てられても、ビクともしないんですよね。これがね、あの、特に2020のこと、顕著で、こう、ガッと当てられると、よろけちゃってる。結構ね、パスのなんかずれてるかもしれない、ずれるよね。そう、ただってなんかここがやっぱり97あるんで、うん、まあ、アザールでいうと99じゃん。なんでやっぱボディコン数値っていうのがやっぱああいうところの最後の粘り、最後のラストパス出す時のやっぱプレッシャーに負けないような体の張り方してくれるんで、非常にね使いやすい、マジで。そうだね、ジェズス結構やっぱまとまってるよね。まとまってる、うん、結構本当に
大変だこれは。ここのまとまりがすごいから止めらんねえよな。でここもさ、わかる、このロナウド外しちゃうんだけど頭で、あれもでもさ、こうガーっていった時にさ、こうよろけるじゃん、ちょっとよろけないと、よろけないんですよ、ジーズスは。これ何なんだろうね、ボディコントロールが結構高い選手でもよろける選手いるんですよ。いるよね、うん、でもなんかまあでもやっぱ速くてってことなんだね。ソン・ソンフミンとかもそうじゃん、よろけないあんまり。そう、別にめちゃめちゃボディコントロール、フィジコが高いわけじゃないんだけど、ここね、ここも、うん、でね、これがファールをもらえるんですよ、一つ。やっぱりボディコンでこう粘るんだよって。そうすると相手も足つつくじゃん。ここでいい位置でファールもらえれば、もうジアシュ、ジアシュでもう狙ってどうぞ。ジアシュで狙ってどうぞですよ。ジアシュ、ある意味、無敵かなっていう。もう要は、調子がいければ。あとはまあ、身長でもないんで。175です。だからまあ、そのハイボールとかさすがに勝てないかな。175だからできる、そのこのジェネスの中での動きっていうのが非常にあるんで、うん、ちょっと他のタイプにはないね。あの今までのフォワードにはない動きをするんで、特にボディコン、体の部分、ここがマジでいいです。いや、本若で欲しかったっすね。めちゃくちゃ欲しい。これね、あの久々にね、まあ、いろいろイグアインとかレインブレーカーの選手とかも紹介してますけど、ラッシュフォードとかいるんですけど、これ新しいんですよね、このタイプ。新しいね。新しい。こんなボディコンがあって粘れ、メッシも粘れるんだけど、メッシは左でしょ、ジェス右でもっと速く。あのメッシは結構その寄せられると、ぐーっと体傾いちゃうんですね。そう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 、体がね、傾かん、で、ラインブレーカーでっていうところなんでさ、ここ立て当てて、でロナウド、ここ見てください、ジェスの動き。やーっと。ここのラインブレーキして、もう一回打つ。もう一回こうね、前線でこう上がっていくんですよ。膨らんで。で、ここロナウドで溜めて、クライブで、ここオフサイドなんのかなと思ったらならない。振り向きざまのシュート入っちゃう。これ2箇所いい部分があって、このジェネスの部分も、うん、まず1回目でこれジェネスが裏に抜けて結構ラッシュとかでオフサイドになっちゃうんだよね、うん、でこうギリギリならない、斜めっぽく走るね。そうで、ここでまずならないんですけど、もう一つはゴール前でのジェネスの動きで、あれね結構オフサイドになる選手多い、特にラッシュほど多いね。ここで出した時にこうワンツーしたいんだよね、出した時に行き過ぎるんだよね、うん、ただここに踏みとどまって、まあ、このシュートはまあ結構運だったんですけど、まあ、オフェンスエース95、決定力95なんで、まあ、バランスはいいというか、これ95、95ってスアレス、通常のスアレスなんですよ。スアレスがめちゃめちゃやっぱいい動きするんだよね、通常でも、うん、あんな感じというか、うん、なんかね、絶妙な動きするんですよね。そう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 、だからそのスアレスにはないでもスピードの速さとかね、まあそうだね、小回りを効いたりとか、まあ、スアレスもでもね結構ねフィジコンとボディコンがあったりとかするんだけど、アグレッシブです。94.5 とかなんだよ、ただ速いよね、あの事実速い、うん、本当に一歩速いという感じなんで、まあ、これは瞬発スピードがあると、うん、やっぱでかいんだろうね、それが。パス意外といいんだよな、81なんだけどね。そう、意外といいんだよパスが。ワンパつけるまでもないのかな、なんかスパサブつけたらやばいだろうなって気がする。やばいな、それはこれやばい、多分スパサブつけたら結構マジでめんどい、怖いよ。クリスティアーノ体すごい、いやーいやー、いやー打ち抜かれていくというところですね。やっぱ並走した時のロナウドの体の強さはね、まあ別の意味でまた強いですよ。ロナウドはあそこから自信持って打てるからね。そう、もう迷いなくね打っていけるというところですが、さあここロナウドヘディングかかって、これジアシュいいっすね、うん、今使ってるんですけど CM 読みで使ってジアシュのねここら辺のボール取ってくれたりとかパス数が、ジアシュもねアグレッシブさ高いです、高い、めっちゃいい選手だなと思ったね。さあここジーズスなかなか取られんよここ、うん、残していく。でここもびっくりなんだよね、バランに体先入れられなく触るんだよ。うわお、マジか。でここも粘るの、体グググッと粘ってパスみたいな。いやー取られんのよ、かなり頑張れるな。そうだからその玉際の部分とか結構2020ってそのラストパス出すときに相手にガッと寄せられて体勢崩されたりとかして、ここ通れば1点だったなみたいなところがあるんですけど、ジーズスはそれをこう無力化じゃないけどそのプレッシャーをこう跳ねのけてしっかりパス出してくれるんで、この試合ね不調なんですけど、あなるほど、まあちょっともう1試合ね、まあ、見ていけば、まあ、あとは本当コンディションだよね。4試合やって1試合しか普通にならなかった。あとは真下2回でしょ。真下1回と真下はさすがに動画できないんで、うん、しないですけど、不調の時間2回ということで、ただ不調でもまあギリ OK かな、ので本当はよく言えば変えたいんですけど、そうだよねっていうところでね、まあ、ただまあ見ていきましょう。ラインブレイカー、まあ、不調でもどれぐらい変わるかというところなんですが、ただ体をねやっぱ無力化できるんで、そこはねめちゃめちゃ強いところですね、うん、さあここもいい感じ、裏抜けてきてここいやここで跳ね抜ける、速いんだよな。そうでここでタグを作ることによってこのゴールが生まれるんですよね。これってまあ何の変哲もないゴールというか、今までは簡単なゴールなんだけど、結構方言欲しかったね、めちゃくちゃ欲しいよこれ。
だから2020からは要はああやって体を寄せられた時にやっぱよろけるんで、通常でも結構強いんだよな、そうジズス。ただ調子よくないでしょ、うん、今年とかなんでやっぱりアグエロが今ずっとやっぱ先発とかも出てるんで、うん、なかなかねジズスっていうのはあれなんですけど、そこもワンタッチ落としていいですよ、上がっていく、一回取られるんだけどジェズス、おい奪い返してロナウドに出して出ちゃった、ロナウドキーパー出ちゃいましたね。結構ねやっぱアグレッシブ数値高いんで、前線でボール取らせる、だから相手にミスをこつけるじゃないですか、うん、もうそういった感じ でもゲームを決めに行く力もあるんで、あれ前半の37分なんですけれども、まさかの相手の方がもう切断されていったといった感じ、まあ、今回2試合ね使ってきて、普通の事実と不調の事実、使ったんですけど、不調の時はねちょっとあまりにも試合時間短かったけど、めっちゃ弱なったみたいなのはないかな、後半が、まあ、6なんですけど、まあ、5寄りの多分だから、それこそ B とか A になってもらえれば神だね、神なんですよね、完璧な存在になりますと。まだまだねあのクラブセレクション、はい、当たった選手いますか、ね、あの複数アカウント、よく何個アカウント持ってるんだって言われるんですけど、5個かな、全部5個です今、で稼働してるんで、はい、大体の選手はね何かのアカウントで当たってるんで、当たりますから、ね、まあ、ちょっとね、はい、動画にねできればなというふうに思うので、はい、もし見たいよって方がいればですね、ぜひぜひチャンネル登録高評価してもらえると嬉しいです、はい、よいしょー、さよなら。ボー。